クレマン・アールマン・ファリエールは、フランスの政治家。フランス第三共和制で、首相、大統領を務めた。1841年、ロットイコールエイコールがロンル県のメザンで生まれた。法律を学んでネラックで弁護士になり、1868年に、市議会議員に、当選、1871年に市長となった。1871年には、 ドットイコールエイコールがロンル県の県議会議員になった。熱狂的な共和主義者であったため、1873年5月、アドルフ・ティエールの失脚により、県議会議員の座を失ったが、1876年2月にね、ラックの大議員議員に選出された。議会では、共和左派の一員に属し、1877年5月16日危機では、 アルベールド・グロイ公爵内閣の不信任決議に賛成票を投じた。同年10月、大議員議員に再選した。1880年、第一次、ジュール・フェリー内閣の内務次官となった。1882年8月7日から1883年2月20日まで内務大臣を務め、1883年1月29日から1ヶ月ほど首相を務めた。 首相としては、ナポレオン公のボナパルティスト宣言による大い戦勝者追放問題への対処に追われたが、ファリエールがちょうどこの時期に病に倒れたため、反対の声に対処することができず、結局大い継承者を主張する者の排除に関する妥協策を元老院に否決され、わずか21日で総辞職した。続く第2次。 フェリー内閣では1883年11月より公共教育大臣を務め学校制度を改革した。1885年3月に第2次フェリー内閣が総辞職するとファリエールも辞任した。1887年5月にモーリスルービエ内閣の内務大臣になり、同年12月に司法大臣に転じた。1889年2月から 公共教育大臣になった。1890年3月から1892年2月まで、再び司法大臣を務めた。1890年6月に、ドットイコールエイコールガロンヌ県、選出元老院議員に就任した。元老院では、共和派における影響力を維持したが、党派間の闘争には距離を置き、1899年3月に、 元老院議長に選出された。1906年1月まで務めた後、1906年、フランス大統領選挙における、共和左派の大統領候補に押され、第1回投票で449票を得て、ポール・ルメールを破り当選した。以降、1913年まで大統領を務めた。1931年6月22日に、メザン近郊のルピオンで死去した。 ありがとうございます。